夜中の花子は毎晩時折ような恋をして溢れるように失恋をしてる全員の記憶から消されても、あの子だけは、あの子だけは全て覚えてる。この足跡に、蛇が目覚める。私のことで止まないで、もう一度は冷めて暴力的だった。心んで夢に帰る、今宙を彷徨っている。人生を担保に、未だ吉永に、繊細な暴言が時たび。 飛び打った遠く放物線と直線に陣ぽの白線眼蓄ある白状、また会えたら嬉しい夢の外側で、この度に目標を作る題目ホープレスの法則、もっと人を愛してくれば良かったとかなんとか。 Twitter の最後と小論文、およそ138文字程度の低能文学、数ある人生の音の中でもおそらく、さよならの音が一番美しく悲しい。クエストナンバー、ケースファイル2、なあ見えたでしょ、俺の声が届くところ。 願望エンディングノート、この生涯は黄金の体験の連続だった。泣いてしまっているこの人生の瞬間がたまらなく、くだらないことを音楽によって再確認させてくれた素晴らしさに、追い先は長くなくていい音楽が最高なうちに。この美学に未知数を登録、地震過剰108の煩悩を脳に帰す。この雨は自身が止むことを知らない、未来は確定していた。 人生なんて、どこで道を踏み外したのか、ではなく、どこまでの道が正しかったのかという方が正解である。心の叫びと俺のペンは俺を殺すためだけにある。ケープいっぱいの嘘つきと半数した頭皮もとい現実、日めくりカレンダーの裏側に死後の世界があるらしいよ。 Twitter の戯言小論文、およそ138文字程度の低能文学、数ある人生の音の中でもおそらく、さよならの音が一番美しく悲しい。クエストナンバー、ケースファイル2、なあ見えたでしょ、俺の声が届くところ。願望エンディングノート、この生涯は黄金の体験の連続だった。 ツイッターの最後と小論文、およそ138文字程度の低能文学、数ある人生の音の中でもおそらく、さよならの音が一番美しく悲しい。クエストナンバー、ケースファイル2、なあ見えたでしょ、俺の声が届くところ。願望エンディングノート、この生涯は黄金の体験の連続だった。